ニュージーランドの B&B ベッドブレックファストとは、イギリスや北米、アイルランド、ニュージーランド、オーストラリアなど、主に英語圏各国における宿泊施設で、宿泊と朝食の提供を料金に含み、比較的低価格で利用できるもののこと。ドイツやイタリアなどのペンションや、フランスのシャンブルドットに相当する。日本においてはイギリスに多く存在する宿泊施設として認識され、 B&B の略称で知られる。また、非英語圏の同様の比較的低価格のホテルをベッドブレックファーストと呼ぶこともある。戦術の通り、多くの B&B は家族経営による小規模な宿泊施設である。通常の住宅、民家をリフォームして営業している宿が多い。イギリスでは B&B と似た形式の宿泊施設で規模がより大きい。 ゲストハウスとの違いを客室数の差としているが、実際にはその両者に明確な区別はなされていない。これらは日本やアジア諸国のバックパッカー向けの安価な宿泊施設のゲストハウスとは異なる。日本の旅行ガイドブックなど旅行関連の書籍では、イギリスの B&B を英国版民宿や類似の表現で説明することが多いが、日本の民宿のように観光地、 リゾート地に立地するものばかりではなく、市街地にも多く立地する。都市部の鉄道駅近辺や、住宅街に数箇所の B&B が集中する。B&B 街が形成されていることも少なくなく、ロンドンなど大都市の中心部にも多く存在する。また、観光利用のみならず、ビジネス客にも多く利用されている。日本の宿泊施設に例えるなら、比較的低価格の旅館である、 商人宿と民宿の両方の性質を合わせ持つ宿泊施設と考えるのが妥当であろう。料金には朝食が含まれるが通例夕食は提供しない。朝食は館内のダイニングルームで取る。イギリスとアイルランドでは多くの B&B が当該各国で特徴的なパンシリアルジュースやフルーツ、紅茶、またはコーヒーの他に卵料理、 ベーコンその他の肉や魚料理、野菜などによるたっぷりとした、フルブレックファストを供する。これは各地ごとにイングリッシュブレックファスト、スコティッシュブレックファスト、ウェルシュブレックファスト、アイリッシュブレックファストのように呼ばれる。しかし近年のイギリスでは大都市の B&B を中心に朝食を準備する労力を省きコストを抑える。経営側の意向やイギリス人の食生活の変化により、 パン、シリアル、紅茶のみのコンチネンタルブレックファストを供する宿が増加している。一般の住宅を利用した宿泊施設であるため、客室にバス、トイレが備わっていないのが普通で、その場合共同のシャワートイレを使用する。一方、バストイレ付きの客室のある B&B もあり、そのような客室の利用は、バス、トイレのない客室利用より、やや料金が高くなる。 客室はシングルベッド1台の1人部屋、ベッド2台、またはダブルベッド1台の2人部屋が多いが、家族向けにベッドを増やしたファミリールームを備えた宿もある。日本の旅館や一部の民宿と似て、イギリス等の B&B においても客室内に電気かし器を置き、ティーカップや紅茶のティーバッグ、文法のインスタントコーヒー、宿によってはティーポットとかしもトレーに乗せて用意し、 宿泊客が部屋で喫茶をたしなめるようになっている場合が多い。主に北米においては歴史ある邸宅や広大な庭を持つマナーハウスなどを改装した高級ホテル並みの豪華な施設を持つ B&B も観光地を中心に数多く存在する。こういった施設では夕食前のアルコール類やオードブルが無料で用意されることが多く朝食のルームサービス ターンダウンのサービスなども供されることがある。治安の良好な小都市では、チェックイン時に利用者に部屋の鍵の他に玄関の鍵を渡す、または客室の扉が内側からのみ施錠できる場合は、玄関の鍵のみを渡す B&B があるが、玄関の鍵は利用者が外出して深夜に宿に戻って玄関の扉が施錠されている場合に使用するためのものである。 これはドイツ等の小都市のペンションも同様である。ありがとうございます。